皆さんこんにちは。桃色クローバーの元メンバーで現在は俳優として活動している早見あかりさんが8月20日自身のインスタグラムで離婚したことを発表しました。今回はそんな早見さんの元旦那の正体や離婚の理由について調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。ハイパー塩対応。8月20日ご報告と題しインスタグラムを更新した早見さんは、いつも応援してくださっている皆様へ、私事ですがこの度離婚したことをご報告いたしますと伝えました。そして結婚生活を振り返り、彼と出会えたことは私にとってとても幸せな出来事でした。10年という月日の中、たくさんの経験をくれたこと、宝物に出会わせてくれたこと、感謝の気持ちでいっぱいですと綴るも、お互い別々の道を歩むことになりますが、これからもかけがえのないパートナーであることには変わりありませんとコメント。支え合いながら前向きに人生を進めていきたいと考えていますとし、続けて、これからも一つ一つのお仕事に真剣に向き合い、楽しむことを忘れず自分らしく頑張っていきたいと思っていますと前向きな気持ちを綴り、どうか温かく見守っていただけると幸いですと締めくくりました。今回の発表に対してネット上では、結婚生活に入るまでに4年ほどお付き合いしていたのですね、アイドル活動中の20歳前からお付き合いしていたのかな、10年と書いてあるから19歳で結婚したのかと思ったら、どうもお付き合いされてからのようですね。あかりんはかなり若い年齢、確か当時17歳くらいで早々に卒業して、割とすぐに女優として花開いた。実はその頃から何度も彼にプロポーズを受けていたが、3回くらい断って最後に受け入れて結婚したという話だったと思う。もともと女優になるという確固たる意思があってももクロをやめ、実際に女優として活躍し始めた中で、結婚出産を経たものの、やはり家庭に収まるのではなく、女優として一線で活躍したい情熱の方が勝ったのかなと思いましたなど、元夫となった人物との大恋愛を示唆するようなコメントがちらほらありました。では早見さんはどのような経緯でご結婚されたのでしょうか。早見さんは2008年に桃色クローバーに加入、11年に卒業しましたが、その後は女優へと転身し、2014年の NHK 連続テレビ小説マッサでは主人公の妹を好演するなど、幅広い作品で活躍してきました。そんな早見さんと結婚した元夫は、2013年頃共通の友人を介して知り合ったそう。早見さんは当時17歳、ももクロからは脱退して女優業に専念していた頃でした。そして交際に発展したのは、2人が知り合って1年後。経緯について早見さんは、自分たちではあまり覚えてなくて、周りに「お前らめんどくさいからちゃんと話してこい」と言われて、ちゃんと付き合うことになったと、友人同士だった早見さんと元夫の両思いと察した周囲の人たちから葉っぱをかけられて、交際に発展したことを後に語っていました。それから交際4年目の2017年の初めに、彼の方から「互いにお互いが必要な存在だと思う」とプロポーズ。しかし早見さんは「嬉しいけど今じゃない」と断ってしまいます。女優として次々と仕事をこなしている時期なので、タイミングが悪かったのでしょう。それでも元夫は諦めることなく、3ヶ月ごとにプロポーズ。早見さんは4回目で承諾し、2017年末婚約に。1年待たせちゃったけど待ってくれたので大切にしたいと語っていました。そして2018年12月末に婚姻届を提出し、2人は晴れて夫婦となりました。12月に付き合い始め、同じ12月に入籍、両家や事務所への挨拶を
順番通りきっちり行ったことから、早見さんは自らこの結婚をキチキチ婚と命名しています。そんな早見さんの心を射止めた男性は一体どんな人なのでしょうか。ハイパー塩対応。早見さんから見た元夫の第一印象はとっても柔らかくてすごく人を包み込むような印象と記者会見で語っています。そして具体的には、会見に臨む際、胃が痛いと言ったら大変だね、ダメだったら飛んでいくよと優しい声をかけてくれるというエピソードも語っていました。また他にも、寝たら忘れるタイプなので喧嘩にならない、感情の起伏が激しい、あかりんを見守ってくれる、話を聞いてくれる、ポークソテーが好きということも語っていました。そして男性の職業については、一時期広告代理店大手電通の社員という噂がありました。しかしこれはデマだったようです。元夫の職業については、ダウンタウンのに出演した早見さん本人が明かしており、装飾関係の仕事と話していました。電通の社員という噂が出たきっかけは、旦那さんと知り合ったのが早見さん18歳で、旦那さんは27歳の時、仕事つながりで出会うとすればおそらく広告系の電通マンでしょうという推測がネット上で出回ったのが噂の発端だったようです。またたびたび明かされるエピソードから、元夫は相当優しい人物であることがうかがえます。早見さんは彼のことを好きになった理由について、物知りで、私が結構何でもあれこれ聞くタイプなので、それについて一緒に考えてくれたりとか、とにかく優しいところに惹かれましたと、とにかく一番は優しさと答えています。また彼からはあかりさんと呼ばれていることも明かしており、年上の彼からさん付けなのも優しさを裏付けるエピソードですよね。また2人の関係について、早見さんの知人が言うには、早見あかりさんが凸、男性が王で、うまくパズルがはまったねと言われる相性の良さだったようです。そんな2人の間には、2020年11月には第一子の女の子も生まれ、関係は良好に思われていました。しかし今回発表された離婚、2人に何があったのでしょうか。実は離婚の詳しい原因については、早見さんから語られていないため、はっきりとは分かっていません。しかしネット上には次のような書き込みが多くありました。子供がまだまだ手のかかる年頃での離婚か、子を持つと少なくとも今までの夫婦関係ではうまくいかなかったり、お互いの時間が足りなかったりで、いろいろと悩みも増えます。本当の理由については、外野は知る由もありませんが、子供にとっては両親はいた方がいいでしょうけど、それをも覆してしまう離婚という答えに至ったのなら、相当なものだったと思う。この子の成長の妨げがないよう、両親ともども愛情だけは欠かさず与えてあげてほしいな。自分にとってプラスになる結婚ならばいいけど、稼げる女性は一人だったらなかった、負担が増えるだけで伴侶を足かせに感じている人も多い。昔の女性は稼ぐ術がなかったので、我慢して寄り添っていたかもしれないけど、子供と同じレベルで衣食住頼りきりの男性とは一緒にいる必要性を感じない、この人がいない方が楽と思っている女性は案外多いと思う。どういう事情だったのかはわからないけれど、こういうニュースを見ると、女性にとって稼ぎ続けることと家庭を守り続けることの両立はやっぱり難しいんじゃないかなと思ってしまう。周りの稼いでる女性も軒並み未婚や子なしだし、国の出生率を上げたいなら女性の管理職を増やすとか言ってないで、もっと柔軟な働き方を提唱してほしいな。昔のように夫が働き妻は家庭を守るという構図の家庭の方が稀になってきたので、特に妻側にとっては夫に食べさせてもらわなくても
生活していける人が増えてきたから、離婚を選択する人が増えてるのも納得する。もちろん夫婦円満で、生涯添い遂げられるなら良いのですが、どうやら家庭と仕事の両立が難しかったのではないかという見方をしている人が多くいるようですね。早見さん、確かに上り調子だったももクロを脱退してまで女優という道を選んだ芯のある女性というイメージが強い女性です。そしてプライベートを晒したくないという理由で長い間 SNS をしていなかったほどで、仕事とプライベートをきっちりと分けている印象もあります。こういった早見さんのイメージがネットに上がっているコメントにつながっているのでしょう。ハイパー塩対応。今回離婚という悲しい報告をすることになった早見さんですが、もともと自分が決めたことは曲げないという芯の強さを持っている彼女ですから、今後も自分が進みたい道に向かってまっすぐ進んでくれると信じています。今後の彼女も応援していきたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。